翔平 TV 4月プレゼント企画。はい、ということで水野のグローバルエリート軟式内野手用とウィルドライブバッティンググローブを各1名様にプレゼントいたします。 H セレクション革質も抜群のグローブに高校野球対応一般モデル両方があるバッティンググローブをプレゼントいたします。応募方法はこちらの3点。5月に当選者発表を行います。皆さん熱いコメントお願いします。はい、どうも翔平 TV でーす。お願いします。というわけですね、はい、本日は、ね、野球ギア紹介ということで、はいはい、またね、4月からやっていきます。はい、はい、まあこちらですね、こちらのメーカーを今回紹介していきます。アクティブームというね、アクティブームといえばやっぱ YouTuber で一番最初にアンシャツとかをねこう着て、うん、こう PR した僕なんですけど、はい、まあ僕といえばアクティブーム、アクティブーム系 YouTuber といえば僕。今回はねアンダーシャツあるじゃないですか、うん、アンダーシャツって長袖と半袖ってあったと思うんですけど、うん、まあ、前回良平がさ七分袖をこれね紹介しましたよね。僕も今回じゃん、はい、まあ、あの高校野球っていうか俺が高校の時も七分のアンシャツ着てあの夏隊とか出てるやついたし、まあ、七分半袖長袖ってまあ多分どの、まあ、野球人もまあ着たことあると思うんですけど、うん、まあ、今回アクティブームで出ましたよってことで3人ともね七分袖を着用しております。はい、はい、まあ、こんな感じで全員ね七分着用してます。はい、提供してもらってません。はい、はい、僕らで買って着用してるんですけど、まあ本当にいいものと思ったんで、うん、やっぱこう長袖もいいんだけどちょっとこう短いやつの方が意外とね僕俺ねピッチやるときまくるんですよ。そう、まくってる。もう工藤さんに憧れて後日多分出ると思います。出ると思います。マウンドからカーブカーブって言わない大丈夫。言わない大丈夫。まあ七分袖もあるってことで、うん、まあ知らない方もやっぱいると思うんで、はい、七分袖もあるので、まあ、カラーも全体会全部、ね、ありますし、まあ、半袖長袖も特にこの半袖なんかもさこういうカラーもあるんですよ。水色みたいな。水色ね、はい、日ハムとかドラゴンズカラーですね、うん、てか普通ネイビーカラーもありますし、ね、赤もエンジも白も黒も紫もありますよ、ね、あ紫もありますよね。諦めてんじゃねえよ。パープルカラーもありますよね、はい、うん、プロ野球選手が今昔ね100人以上着てますって言ってたんですよ。もう 4、5年前、うん、今もう400人以上着てます。マジで多い。なんか自主トレ動画とか見ると本当にアクティブームのアンダーシャツを着てる選手しか見ないぐらい多くなった。そう、インタビューとかほとんどこれだよね、うん、高校野球の選手も、まあ、着てるって話も聞いてるし、まあ、学生もみんな着てるし社会人も着てるし、もうとにかくこれは大人気のシャツなので、はい、もう4月からお値段がちょっと上がるんですけども、まあ、それ以上にもうパフォーマンス、コストパフォーマンスもいいですし、それは言える。これはおすすめなので、はい、ぜひとも着てください。そしてね僕らが今着てるこのライムカラーのシャツなんですけど、ちょっと待って、ラガーもいる。ゴローマル。グローバルや。やめなさいよ。やめなさいよ。やめなさいよ。まあラガーマン一人いるんですけど、ラガーマンと思ったやつ絶対コメントしろ。正直に言え。謝罪しろ謝罪。まあラガーマンなのでね、ちょっと今日近めでね見やすくしてるんですけど、いやいいよね本当にこう長さも、まあそんな長さも。全体像的にはこんな感じかな。サイズは？M、L、XL。はい。XXL まで確かあるのでね。はいはい。サイズも S か S からかな。SMLXLXXL とあるので誰でも着れるんじゃないかなと思います、うんうん、まあ、くれぐれもね僕体型の人はサイズ考えてもらって、なんかこうシュッと着るタイプなんですよね、うん、ビッグシルエットじゃないんで。そうね、はい、今回ねこうなっちゃいましたけど、まあ、普段はねビッグシルエット着てるんでね何もないんですけど、今回こういうピタッとしたやつ着るとラガーマンに変身できちゃうっていうそういうねアイテムですので。変身するアイテムではないと思うよ。いやーでも本当にいつもねよくしていただいてアクティブの皆さんね本当に感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。もういつもいい商品を開発してくれてて本当にありがとうございますっていう意味のお礼なので、もうちょっとなんかもうちょっとこっち開けて前来たりしてねやってもらうとね、やっぱアクティブの方は嬉しいと思うのでね、近くで見たいなって。俺なんか別にしょうがないでしょ、もうねラガーマン見たって。だよ、虫飛んできて、何して虫がいいんだよ、虫も映れなかったんだよ。なるほどね、はい、まあそんな感じでアクティブームリンク貼っておきますのでチェックよろしくお願いします。お願いします。というわけで本日動画は以上となります。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。それではおしゃーす。
よろしくお願いします。それではアシャーン、視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。